ごきげんよう、ガラクタやオルドです。ですね、おとといですね、ドンブラザーズとあと仮面ライダーリバイスのおもちゃについての情報が解禁されていたんですけど、仕事明けにですね、どうしても疲れて何もやる気が起きないっていう YouTuber 特有の奇病を発症していたんで、ちょっとお休みしてました。とりあえず今日だるいからね、ムチ打って急いで動画を作ってるんですけど、クオリティはお察しください。ということで、2回目の大遅刻かましましたけど、各種おもちゃを見ていきましょう。まず、ドン前回王ですね。ですね、やっぱりというか、なんというか、前回次郎と一緒に発売もされるみたいですね。まあ、これについては前々から本編の画像とかが出回ってましたし、まあ、やろうと思えばできるだろうなっていう感じはしてたんで、まあ、おもちゃ連動するんだろうなっていう。まあ、この理論でいくとブルーンとも合体できるし、他のおもちゃも出てくるから、なんか本当に2年間通して全開王で遊べるっていうのがすごい表面に出てるなっていうのが巨大ロボット。2つ目が変身アイテムなんですけど、ドンモモタロウの、アバタロウギアの他に、ゼンカイザーのギアついてるってことはさ、これカイトも使えるってことじゃん。で、さらに言うとですね、サイトの方でゴーカイジャーからゼンカイジャーまでの先輩戦士固有の変身音を収録しって言ってるんで、やろうと思えばマーベラスも暴れるし、キングも暴れるし、ライトも暴れるしっていうことで、もうめちゃくちゃになりそうな気がするんだよね、やろうと思えば。仮面ライダージオウの時の司の暴れ具合を思い出してもらえれば、俺の言いたいこと伝わるかと思います。あと、ゼンカイジャーに登場した戦隊ギアも全て読み込み可能ということで、1年前、今年発売された戦隊ギア全て使えるのはさすがに化け物すぎるわ。これはやべえ。で、次、仮面ライダーリバイスから、とりあえずまずテレビくんの付録からですね。テレビくんは買いました。まだ応募はしてないです。明日頑張って応募します。ということで、まあ、一期が結婚っていうので、触れ込まれてるんですけど、これでアギレラ様と結婚式あげてたら腹抱えて笑うわ。これは DVD を楽しみにしようかと。で、今回の件で、カンガルーバイスタンプが出てきてるんですけど、カラーリングが、ホークと列車なんだよね。ラビットとタンクの色合いじゃねえの。まあ、これでも買いますけど、まあ、これで4,000〜5,000円飛んじゃうって考えると割とすげえ商売だな。すげえわ。で、最後ですね、ボルケのバイスタンプについては明日買うんで詳しくは触れないんですけど、公式の動画がフラッシュ組のせいで最速じゃなくなっちゃいました。ガチョスざまー。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をして、新リボットに仲間入りしませんか？みんなが待ってますよ。